さらにいいものを見せられるように新キャストとして一生懸命やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回新キャストということで、前作から出てる皆さんに負けないようにまた新しい風を吹かせるような芝居をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。新キャストとして今回初めて参加させていただくんですが、牢獄の、暗闇の中で生きる男たちということで、なんか必死にこう自分の中でもがいて、生きている様を見せていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。前作のキャラクターもちろんなんですけど、新しく今回から参加するキャラクターもそれぞれドラマがすごい描かれているので、どのキャラを見ても面白いなと思ってもらえる作品なので、何度も足を運んでいただいたり、自分なりの楽しみ方を見つけて見ていただけたら嬉しいなと思います。今回稽古期間がすごくタイトな中、すごいこう集中してですね、みんなで、話を、作れたと思います。前作のから見てくれてる、グリーフファンの人もそうですし、今回から初めて見る方でもすごくこうグリーフの世界を楽しんでもらえる内容になってますので、ぜひとも楽しんで、行ってほしいなと思います。今回2作目ということなんですけれども、前回から深まってる謎もあるし、また新しく加わったメンバーがどういう感じでこうね、こう入っていくのかというのも見どころだと思うので、謎めいた舞台ではありますが、ぜひ楽しんで、そしてグリーフ7ならではのエンターテインメントを楽しんでもらえればなと思います。前回残された謎が回収されたり、さらなる謎を残したり、そしてですね、前回、主役で、僕の後輩役だった、龍、カラムの存在もですね、この舞台上に現れておりますので、なんか一緒にやってるような感覚で、僕は、このナンバー2の全公演を、駆け抜けていこうかなと、思っております。そしてですね、また新たなパートもですね、3、4と分かんないですけど続けていけるよう、頑張りますのでよろしくお願いします。